はい、こんにちは。今回は練り込み顔料を粘土に配合してカラー粘土を作るところから、説明できたらなと思っています。後から録音して合わせてるので映像と説明が少しずれることがあるかもしれないんですけど、ご了承ください。これは古くてですね、もう20年以上使ってる天秤ばかりなんですけど、現役です。これから、この顔料に水を混ぜるんですけど、ペースト状になるぐらいの水を混ぜていきます。あまり水が多いと、粘土と混ぜた時に粘土自体もすごく柔らかくなりすぎたりとかするので、ちょうどいいペースト状っていうのがこの後映像に出ると思うんですけど、を目指してみてください。粉末のまま混ぜると、あまりなかなか混ざらないんですよ。なので、このぐらいですね。もう少し水が少なくても大丈夫ですけど。で、それとですね、まずは手の中で混ぜ合わせてあげた方が顔料の無駄が少ないです。いきなり下、台とか板の上で、練ってしまうと、台に顔料いっぱいついちゃうんですよね。で、使えない顔料は台に残っちゃうので、手の中で合わせて仕上げで台の上で練ってあげるのがいいと思います。あとは青系の顔料を使うときは、他に影響することがあるので、一番最後に作業した方が失敗が少ないと思います。青系は結構釉薬もそうですけど、他に混ざると結構影響が残るんで出ちゃうんですよね。なので、こういうふうに最後にしてます。で、切って内側に粒のまま残ってないかとか、マーブル状になってないかを確認して練り終わりです。今回縞模様にするために、あんまりというか一般的じゃない方法ですけど、こういうふうにお団子を同じ大きさに分けて、順番に並べてから徐々に寄せていってくっつけていきます。この段階だと何やってるかよく分かんないかもしれないですけど、だんだん形になっていくので、分かってくると思います。で、それぞれの粘土が乾いてるとくっつかないので、しっかり湿った状態ですね。これもあまり水浸しにしない程度ではありますけど、それでこういうふうに圧力をかけてあげると、横とのつながりがしっかりくっついてくれますから。で、両手で中央に寄せながらくっつくように締めて締めて締めてですね、圧力かけて。何しろこういう、練り込み技法とかは粘土を切れちゃうこと多いので、しっかり締めることが大事ですね。で、円錐状にして上閉じていきます。これ上下天地が逆で作ってます。今次でなんとなくわかると思います。これで底の面が下に来ました。中央はやっぱりここ切れやすい、穴が開きやすいので、しっかり締めてください。圧力かけてください。あと、この口元も剥がれやすい、クラック入りやすいので、しっかり圧力かけて寄せるようにくっつけてください。そこよりもこの口元の方が切れやすいですね。で、手が乾いてないということも重要です。で、底の面ですね、しっかり締めて。で、今回高台作らないので、あまり厚みは残してません。で、この段階まで来たら、もう普通の手びねりの玉作りと全く一緒ですね。ボール状に作っていきたいんですけど、まずは広げないようにして上に立ち上げて、そうですね、縞模様が斜めになってるのは、回しながら作っていってるので自然になった、模様です。電動ろくろで作った時もここま、
もう少し激しいですけど斜めに引き上がっていきますから、まあ、同じようなことですね。で少しずつ薄くしていって、片手で作業し始めると急にこう横に広がっていきますからね。で大体今回作りたい形はできました。で下切って、あの向こうに見えてる白い台は石膏板です。底面も乾くようにその上に乗っけます。今電気、電球当ててるんですけど、あの昔ながらの電球ですね、あったかくなるやつ、それ入れると内側も乾いてくれるので、様子見ながらこういうこともしています。で今回の作業は表面汚れちゃうので、全体削って綺麗な面を出してあげます。今使ってる道具は陶芸用のものではなくて、ホームセンターとかに売ってる石膏ボードとかの面取りをするんですかね、あの出っ張ってるところから削れていくので、曲面とかでもあの薄くなりすぎずにスムースなラインを作るときには有効ですけど、あの印象は硬くなるので、雰囲気ですね、雰囲気が硬くなるので、使わない方がいい時も結構あります。まあ、今回はね、あの使い良いので使っています。ざっくり削ってからは、細かい作業はこっちの陶芸用のカンナの方が削りやすいです。で厚みを揃えるために内側のラインを整えて、外側のラインと揃えて均一な厚みにしています。で内側も削らなきゃいけないですね、汚く汚れてるので、まあ、内側削るの大変なんですけどね。今使ってる道具は中央にもね、あの画面の中央にも黒い、ヘラありますけど、プラスチック板をカットして作ったものです。ああいう丸いものだと内側削りやすいです。で裏側の削りですね、高台は作らずにベタ底で、まあ、薄くって頑張って作ったんですが、あれぐらいを削れるぐらいは厚みが残っていました。もうこれ全体を削らなきゃいけないので少し大変ですよね。で今使ってる道具は金属ヘラです。で角張ってる口を削って丸く仕上げています。でこれ素焼きしたら透明油で仕上げます。こんなざっとですけどこんな感じですね。どうでしょうか、参考になる部分はあったでしょうか。見返すところがあったら見返してみてください。それでは。